はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアを始めていきたいと思います。はい、今回は5位のフォルティール浜松戦ですね。前回武蔵野放熱戦2位なんですが、結構終盤まではいい試合してたんですが、終盤に一気に点取られて敗れてしまいました。今回のフォルティール浜松は5位ですか。ただ去年は10位なんですよね。なんで勝ちに行ってもまあいいのかなと思います。次のエルダラド欧州が6位か4位ですからね。ただってこともあって、比較的ベストメンバーに近い、いやここベストメンバーでもいいかもしれませんね。そちらで挑みたいと思います。緑をユーナに変えるぐらいでいきましょう。エリカの方がいいか。エリカもだいぶ伸びてきましたからね。ディフェンダーに多少の不安はあるんですが、裏側に変えてみるか。戦術はまあご覧の通り、ダイナモオールラウンダーか。さあ勝率です。アウェイですが、そんなに変わらないですね。いい戦いできるかもしれません。勝てればいいですけどね。おっと、ちょっと流れた。うまい7個回り込んで取りましたが、ちょっと不用意すぎた。ボール持っとかないとスタミナの消費が激しくなる。今キリキリ前ですからね。あ、いきなりもうかなり危ないシーンだった。エリカうまく拾ったが、これオフサイドなんかよ。おっと、なんと前に出すぎていた。ファールで、おっと、痛がっている。レッドカードだ。なんと、ここで、早々に、一人、フォルティール浜松は減ります。さあ、これは断然有利になった。ついていけない。スタミナ切れ待ちを待った方がいいかもしれないですね、これは。相手は12人なんで、その辺、死んだと、危ない。オフサイドに助けられたかな。完全に抜けられちゃいましたよね。まあここは確実にボールをキープしていきたい。くるみチャンス、1対1になった。先取点、さすがくるみです。Sストライカー、確率に決めてきました。エリカ動き回ってます。これ
消費が結構激しいですね。さあ、取りました。ミオ、上げていきます。2点目欲しい。7個。残念。くるみが拾ってミオへ。ミオ耐えてしまった。ミオ走り回ってますね。さあ、ピンチ。ミホがなんとかキープ。ミオがちょっとスタミナ面で不安が。ミオセンタリング。さあ、ここに合わせきれない。エリカ、さあ、コーナーキックを確保したぞ。サツキが、どうした。 すごい2点リード。唐突に頭で合わせていきましたね。涙で見えない。そこまで言うか。長子でした。さすがです。さあ、いい流れを作ってますね。前半です。めちゃくちゃチャンスじゃないですか。まだ交代は早いです。やっぱりミオが走り回っているのは不安はありますけどね。このように長くくるみが取っております。非常にいい流れ。当然攻撃を隙が出ていくでしょう。さあ、もう合わせたぞと。これは残念。おっと、幸子がもう疲れ出している。マナミにチェンジしましょう。うわ、すごい。パンチングでかす。これは外に出しました。さあ、幸子に代わって、まなみが入ります。気をつけないといけない。まだですね。行くんだよ、7個。シュートに行った。ミオが疲れている。早めに手当てしましょう。回転動きは後半すごく良くなっている気がしますね。ちょっと落ち着きましょう。さつき、これくるみが、シュート。こんなキックを手に入れました。さつきが待てあげます。ただ相手も疲れてるはずなんですけどね。渡ってしまった、本丸に。取られてしまった。桑田が前へ行っちゃったよね。守備陣を早くも補強しましょう。みゆきかな。みほと変えましょう。さつきも疲れてんのか。ここではスタミナの切り替えが結構悩むとこですが。左右にチェンジ。1点欲しいな、できれば。くるみ、窓か。
あーっと、入り組んでる、ゴール前。あーっと、鉄壁の守備。逆にピンチかな？あーっと、同点に追いつかれた、なんと。これは悔しい。鉄壁の守備が生み出した一点とも言えます。なんか簡単に不用意取られちゃってますよね。ちょっとなんかボールの処理に追いつかない。ファールだ。さあチャンスです。くるみ一発で、悔しい同点。前半からピンチが続きます。反スポーツ的行為。これで相手が 10人になって非常に勢いに乗ります。そしてくるみ、ここはさすが決めてくれました。ミオが動き回ります。あ、いいか、ここ流れてしまいます。さあここでコーナーキックにもつり込みまして、ここを奈々子がなんと消えてくれました。この時の勢いはすごく良かったんですけどね。で後半、彩香が走り回って、これは届かず。もう高橋がすごいいい動きするんですよね。パッチングでここは防ぎます。くるみ。ここからですね、問題は。ここで不用意に取られてしまって、1対1を許してしまって、決められてしまいます。おまるにマークが追いつきません。チャックルチャンスを作るんですが、この入り組んだ攻撃、完全に防がれます。そしてそのこぼれ球をロングパスから本丸に同点決められてしまいます。非常に悔しい。終盤くるみが、これは、キャッチングされてしまいます。そのまま試合終了です。ボールを支配率は最終的に上回ったんですけどね。勝ちたかった。課題を6ついただきました。これで10位。勝ち点の差は4点なんですけど、ちょっと悔しいですね。今はなかなかいい女子選手はいないですからね。おっと、リオ。これはオファーしましょう。なるほど、海外からも選手取れるんですね。はい、ということで次のエルドワード欧州はなかなか6位ですが、なか強力ですね。これ勝つの難しいんじゃないかな。その次は
お、高知四万十すですか。これは勝っておきたいところ、こちらの方は勝ちやすいとも比較的言えます。あ、この辺を打ち破ることで落とすこともできますからね。下位チームから確率に取っていきたいとこです。はい、悔しい結果に終わりましたが、次はそうですね、それなりの結果、次はちょっと考えて、戦いたいと思います。高知四万十すは何としても勝ちたいですからね。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。